はい、今日も行くよ。レズミカルガスのダッツとオタパキドーン。タカちゃんでございます。どうもどうも、お久しぶりでございます。もう2、3週間ぶりでしょうか。え、ただいま1月、もうこれ年明けた。わお、2024年新年明けましておめでとうございます。本年もリズミカルガス、そして虹色動画よろしくお願いいたします。じゃんじゃん、今年もね、虹色雑草男、虹色に染まるべく頑張ってまいりますので、応援の方よろしくお願いいたします。さあ、今年はですね、ネズミ年ということで、我が家にもハムスターのね、レモンちゃんっていうのが、去年の夏からね、仲間入りしまして、ちょうどハムスターあれ月始目、もうネズミの仲間ですから、レモンちゃんにね、ネズミ年のお祝いとして、記念のひまわりの種食べをしていただきたいと思います。それではレモンちゃん、どうぞどうぞ。レモンちゃん、レモンちゃん、レモンちゃん、俺レモンちゃん、レモンちゃん、レモンちゃんです。レモンちゃん、わー、かわいいレモンちゃん。さあ、レモンちゃんがですね、今からひまわりの種を食べてくれます。ひまわりの種をくれますでしょうか。タカちゃん、実は動物アレルギーもあり、動物がちょっとね、大好きなんですけど、ちょっと怖いんです。月種目、あ、これひまわりの種を、ひまわりの種を、ヘルプミー、ひまわりの種をくれなければ僕の手を噛む。こっちだい。はい、レモンちゃん、来た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 。はい、レモンちゃん、はい、レモンちゃん、食べて、はい、食べてる、あ、食べた、もっとあげて、もっとあげて、もっとあげて、もっと、ああ、よいしょ。新年明けましておめでとうございます。皆さんも今年一年、良い年でありますように。はい、はい、レモンちゃんでした。うおー、はい、どうもどうもどうも、はい、はい、はい、そんなわけでね、皆さん今年も良い年でありますように。そしてね、そう、うちのね、長女が去年の暮れなんですけども、なんと、じゃん、校内マラソン大会で金メダルゲットいたしました。イエーイ、金メダル。はい、小学校6年生で、小学校生活最後のマラソン大会で、ずっとね、金メダルを目指してね、やってきたんですけども、ついに6年生で金メダルゲット。日々ね、お世話になっております長崎アスリートクラブの皆さんにはね、コーチ陣はじめ本当に感謝いたしております。ありがとうございます。そして今日、実はね、1月12日、これ、だだん、習志野市の七草マラソンでまたね、長女が初入賞、6位入賞、やりました、長崎アスリートクラブ、やりました、イエーイ。七草マラソンね、七つの草で、僕雑草男で虹色草目指してるでしょ。七つの草、まあ七種の草で健康にいいと。虹色草もタカちゃんが七色に染まっていって、まあ、健康にいいと。これもうね、ま、虹色草と七草マラソンね、あれやから、もう僕の大会みたいなもんなんですけども、ちょっとね、今回はね、参加しませんでした。まあ、夏に挑戦したマスターズ陸上の100、200、800の疲れが未だ取れない。まあ、せやけども、いいね、子供たちの走り、頑張ってる人の、ね、走りを見てまた元気もらいましたんで、青色草マスターズ陸上を目指す金メダルも今年頑張っていきたいと思います。青色草。そしてですね、なんと緊急企画、このね、赤色草の方、タカちゃんの情熱ギター弾き語りで、なんと4月にですけども、美智子様がギターをちょっとね、新年明けてね、触り出して、ギター歴20年のタカちゃん VS ギター歴3ヶ月の美智子様ギター弾き語り対決。これね、4月からね、1ヶ月間実施したいと思います。ルールはですね、課題曲、ちょっとハンデがありますから、美智子様に課題曲を聞きましたら、スピッツの空も飛べるはずがいいと。で、空も飛べるはずを今から僕も練習、美智子様も3ヶ月間ギター持つのが大体初めてですから、3ヶ月間練習、その2人が、YouTube に、動画をね、弾き語り動画をアップしまして、いいね、高評価ボタン多い方が勝ち、期間は1ヶ月でございます。さあ、これ楽しみでございますね。皆さんね、4月お楽しみください。
さあ、そんなわけで、今年は一発目の虹色動画はですね、紫色草から、この紫色草ね、いろいろこのこれシニア向けスマイルアクティビティの超簡単楽々ヨガからスタートいたしますので、次の動画もねお楽しみください。それでは皆様、今年も皆様、そしてタカちゃんもね、いい年になりますようによろしくお願いします。虹色動画とは、雑草男タカちゃんが大好きな7色に本気で挑戦することによって見事虹色草になるまでの悪戦苦闘の日々をお届けしております。音楽、陸上、シニア、キッズ、自然、筋トレ、そしてリズミカルです。いずれかに興味のある方はぜひともチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。タカちゃんが染まっていく瞬間見逃したらあかんでー。